血液サラサラとは、健康的な血液の流動性のイメージを期待できるとして、2000年頃からメディアに頻繁に登場した表現、またはキャッチコピーである。従来、高脂血症ではないような血液の状態を印象づけるような言葉として用いられてきたが、後に人工の毛細血管のモデルを通過しやすい血液の状態を表すためにも用いられるようになった。 この表現の流行の火付け役は1999年に放映された NHK の試して合点とされる。以降、試して合点で継続的に取り上げられるようになり、血液さらさらに関連した料理本が頻繁に出版されている。悪徳業者が物品やサービスを売りつけるためにこの表現をインチキな検査法と組み合わせて用いたことも問題となり、 2007年には違法な行為として逮捕者が出たこともあった。この項では、赤血球、白血球、及び血小板の物性について、すなわち血液の細胞成分の物性についての説明である。なお、ワーファリンなどの工業固薬を血液をサラサラにする薬と表現する医師や薬剤師は少なくない。血栓を予防するために使用される工業固薬は、 血液の非細胞成分である凝固因子に作用するため、この項の説明とはかなり異なる。1984年に、働き盛りの血液がサラサラになるという本が出版されている。1990年にも、血液サラサラ突然し、過労死これで防げるあなたを心臓病から守る本という、そのままのタイトルの本が出版されている。ここでは、 血中の中性脂肪などの多い高脂血症のような状態になっていない血液の状態を想像できるとして用いられている。1994年頃、実際に血液の流れを見た上で血液の流動性の様子を血液サラサラ、ドロドロと呼んだのは、菊池雄二と栗原武である著書で述べている。人工の毛細血管に流れる血液を観察する。 MC ファンという観測機器を使って、毛細血管モデルに流れる血液をマイクロメートル単位で見ることができる。菊池は、赤血球の変形能を研究しており、また、MC ファンの開発者で、栗原武氏は、MC ファンを臨床に応用している医師である。毛細血管モデルを円滑に流れる血液を、サラサラ血液、円滑に流れない血液を、ドロドロ血液と呼んだ。 左から赤血球、血小板、白血球、ドロドロ血液では、血液の成分に以下の三つの変化が起こっているという。これら三つの変化が必ずしも同時に起こるわけではなく、別々に起きることが多いという。この観測では、実際には、毛細血管モデルを流れていく血液の成分の赤血球が形を変える能力、白血球の粘着能、 血小板の凝集脳を観察する。血液を検査するためには採血して体外に血液を出す必要がある。体外に出た血液は赤血球が凝集し固まるが、菊池はこの凝集はドロドロ血液には関係がないと述べている。ドロドロ血液の状態は肉を多く食べる人や糖尿病や高止血症など生活習慣病の場合に特徴的であるという。 栗原は、成人医学センターでの観測をもとに、血液検査で中性脂肪の数値が悪い人や、肥満や糖尿病の人がドロドロ血液になっていると述べている。また、脂肪規模では、全員がドロドロであると述べている。菊池は検査した10%ぐらいの人がドロドロであったと述べている。ドロドロ血液になる、原因毛細血管モデルの機による観測は、糖尿病や、 公子血症など生活習慣病の患者において自分の血液を目に見える形で示せるので患者教育の際に説得力がある。菊池は MC ファンを用いた研究を行っている日本ヘモレオロジー学会でも臨床に役立つかは意見の一致が得られてはいないと説明している。これは以下の2つの理由から当然とも言える。この検査が始まった時期が2001年と最近である。 ためにデータ数が少ない。この分野に手をつけている研究者が少ない。この赤血球の変形能の観測と体内にある血液中成分の流動性の程度の関係や血栓症などの疾患の関係も医学的には証明されてはいない。詐欺事件となった静止画による判定は論外だが、マイクロチャンネル法でもまだ15%の誤差があり、 低量化的な測定法も2005年に提唱されているので発展が望まれる。菊池雄二は理学博士で毛細血管モデルによる血液の流れを観測する機器 MC ファンの開発者である。1997年にはマイクロチャンネルアレイの開発と応用に関する研究で科学技術庁長官賞を受賞している。2004年9月、 血液サラサラ博士との肩書にてメディアに頻繁に登場し、TV 番組等のために血液検査などを行っていた。しかし、その際の経費上の不正行為により懲戒処分を受け、さらに胃がん退職の結果となった。菊池は自ら開発した毛細血管モデル装置を活用して血液の流れと健康、疾患との関係に関する基礎研究を続けていた。 菊池は一般的な印象である血液に油が溶けて血液がベタベタになっているイメージは間違いだという。この表現に目をつけた悪徳業者によって医薬品医療機器等法に抵触する販売に悪用された。菊池は赤血球の業集を見せて高額商品を売りつけることに注意を促していた。2006年 NHK の放送番組 試して、合点で詐欺に使われている手法が紹介された。顕微鏡で血液を見る際に、そのまま見ると血球が重なっているため、また時間が経過すると赤血球が凝集するため、血液がドロドロであるかのように見える。スライドガラスにカバーガラスを強く押し付けると血液が薄く広がり、サラサラになったかのように見える。このように同じ血液でも細工によって、 見え方を変えることができる。2007年11月に逮捕された事件では、このような手口が詐欺に利用されていた。2007年3月、国民生活センターより上記のようにやり方によって、見え方が異なることを悪用し、物品やサービスに絶大な効果があるかのように見せて、それを販売することが横行しているとして警告が発せられた。2007年6月、 ついに違法診察の捜索が実施された。また、血液サラサラのデモンストレーションの手口の暴露等の内部告発も登場してきている。11月には、血液サラサラになる、云々の歌い文句で高額ブレスレットを売りさばいていた健康器具販売会社の社長と幹部が詐欺容疑で逮捕された。被害者は全国で約8000名、被害総額は20億円以上に上る。 ありがとうございます。